いつもロプライユショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2011年モデルポルシェ987ケイマン S PDK を紹介させていただきたいと思います。まずお車の状態ですが、フロントバンパーに下すり、フロントバンパー、ボンネット、フロントガラス複数箇所、右フロントフェンダーに飛び石、右ミラー、右サイドスカート、左ドア、左ドアエッジ、リアバンパー、左右フロントアルミホイールに傷、左リアフェンダーに線傷、サイドカバーが欠品しております。外装色はホワイト、インテリアはベージュハーフレザーが採用されております。ヘッドライトに関しましてはキセノンヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは 3.4 リッター水平対向6気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は320馬力を誇ります。こちらのお車はケイマン S ということで、ベースモデルよりもスポーティーさに磨きがかかった1台でございます。また馬力に関しましても約55馬力もの差がございます。足元に関しましては純正の18インチアルミホイールとレッドキャリパーが選択されておりますので、非常にスポーティーな足回りとなっております。またトランクスペースに関しましてはフロントリアに用意されておりますので、十分な荷物スペースが確保されております。続きましてインテリア紹介させていただきたいと思います。インテリアにはベージュハーフレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。またステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。またクルーズコントロールも装備されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。こちらはバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されております。非常にスポーティーな加速感を味わえる1台です。またフロント両席にはシートヒーターが備わっておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2011年モデルポルシェ987ケイマン S PDK を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約3万5000キロのお車でございます。数多くのスポーティーな装備に加え、バックカメラ、シートヒーターなどにより普段使いにも便利な一台となっております。ポルシェが誇る軽量スポーツカーをお探しの方は、ぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。